2245年、最終戦争後の地球、ネオヒューマンたちのバイオテロの影響で、俺たち二人はシェルターでの生活を余儀なくされた。いい天気だ。僕の心もこの空のように晴れ渡ってくれればいいのに。どうした？そんな物憂げな顔で外を眺めて。いえ、昔外を駆け回っていたのが懐かしくなってしまいまして。早く外へ出られるようになるといいですね。ああ、気象管理局の情報によれば、あと2年もすれば防護服着用の夜間外出許可がされるらしい。2年か、長いですね。あ、これもネオヒューマンたちのバイオテロにより地球が死の惑星になってしまったからだ。全く許せねえぜ。みんなちゃんと避難できたのかな。生きていればいいのだけど。安心しろよ、お前の弟もきっとどこかのシェルターに避難してるさ。だといいんですが。おい、あそこ走ってるやついるぞ。本当だ。行ってしまった。何だったんだ一体。あの人防具服もなしで、いや着ててもダメなんだけど、大丈夫なのかな。ダメだろう、ちょっと血出てたし。あの人死んだかな。おそらくな。あの人は一体。中曽根の前の首相って誰だっけ？中曽根の前は大平ですよ。違う、三文字。鈴木。鈴木善光か。私はだね、国民の所得を、所得だよ君、国民の所得を上げようと言っているんだ。似てる。
ハハ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 ハ